立石遥の読者第11回モデルオーディションでグランプリを獲得。同年10月号から専属モデルとして活動を開始。2007年舞台闇の門で女優デビューを果たす。2008年ニコラ9月号で初表紙を飾る。この号の表紙は高屋敷彩の日南京子、立石遥の3名。2008年10月より バイテンションテレビにレギュラー出演。2009年3月に同番組の出演者で音楽グループメリーメリーブーを結成今すぐキスメをカバーした。2009年11月下旬3612名の中から神コレモデルオーディション2010のファイナリスト10名に選ばれた。ファイナリストの中では当時唯一の中学生であった。 2010年2月27日3月13日、神戸コレクション2010スプリング、サマー、神戸公演、東京公演に出演。3月13日の東京公演で、神戸コレクション準グランプリと発表される。毎週公式サイトで発表される人気ランキングでは、8週連続1位の座を獲得していた。ニコラ二千十年一月号で、ニコラモデル四人組とて石は 日南京子、中山エリナ、田中若葉でユニットを結成することが発表された。ユニット名は2月号で、ニコモコと発表された。2010年1月から、関西テレビ制作音楽、番組、ミュージャックに、ニコモコとして、今日の、ブツブツ、というコーナーに出演している。2010年3月3日に CD デビューした。詳しくは、ニコモコ参照。 2011年4月をもってニコラを卒業。同市での標識用回数は10回であった。2011年6月よりセブンティーンの専属モデルとなる。2013年10月をもってセブンティーンを卒業。同時に所属事務所のエバー・クリーン・クリエイティブを退社。モデルからの引退を発表した。2015年12月下旬。 2016年2月より放送開始の動物戦隊獣王ジャーに獣王隊が無役として出演することにより芸能活動を再開することが発表された。ありがとうございます。